返しする分かんない。いやでも今日はちょっとこの夕方自主練に行くから、自主練に行くから、あのでも夕飯がまた来たら何時終わるか分かんないけど、ミスタンさんありがとうございます。ワンタンメンさんありがとうございます。そう、コッペと LINE してツイッターのしてたらやばい間に合わないってなって、神戸も今日私のどのツーショット載せようって言ってくれたから、ツアーファイナルの時に撮ったやつをあの使ってくれるらしい。今日の帰宅は何買えばいいですか。今日は金曜か。金曜は何でもいいんじゃない。コンビニでデザート。そう、あのこれやらない、なんか今日からちょっと着ようって思って。でなんかやっぱこれで寝ると布団はいらないから。布団入れると暑いから三月、ああそう水曜からね販売されて、でも私多分いちご系あんま好きじゃないんだよ。なんかいちごは好きだけど、いちごアイスとかなんかチョコになるといちごとちょっと好きじゃない。そんな多分食べたことないけど、でも私黒が好きなんですよ。黒いチョコが、茶色か黒。おはようございます。でも何だったっけな、土曜は朝して、土曜は朝にして、日曜は多分夜して、土曜朝の日曜夜の月曜は、そう100日だね。月曜は夜して、火曜は朝するかも。それあとは見て特に。で木曜も朝で、金ん水曜か、水曜も朝で
っとわかんないけど、わかんないな。朝、うん、土日は朝昼みたいな感じなんだけど、平日はこの時間。今50分。あ、うん、でこれで今日髪こうやって解いてたらなんか こうなって毛が取れちゃった。毛が取れる。なんか最近髪の毛めっちゃ絡まるから、ちゃんと櫛でほぐさないとダメだ。でもこの時間配信すると学校遅刻しそうになる。よし、学校遅刻しても問題ないさ。あの悪い人ですね。この制服写真。あ、そう、あの今回の制服と、あの制服とヒョウ柄のさ生写真出たけど、あの時の撮影のやつはちゃんとね、あの写真を撮ってるから、そんな抜け、なんかね今までずっと撮ってなかったからあれだったんだけど、ちゃんと撮ったからまあみたいな。でも普段さ、あのショールームは終わった後とかに写真撮らない系の人だからさ、なんか写真がなくて、ほんと最近はちょっと撮り化粧とかしてたら撮ろうってなるけど、ショールーム終わり、うん、そう、やっぱこういう頻繁に撮っとかないと、なんかメール用がなくなっちゃうから、そう頻繁に撮らないといけない。
さ、なんかああいう制服さ、そういう学校のところあると思うけどさ、あんまなんかもう JK って感じのさ制服じゃないよね、どこの学校も。55か50。そう、一時期って感じ。やっぱ6期生は現役も、まあ大体そうか、現役も現役じゃない人も、現役も中学生もたくさんいるからって言おうとしたけど、多分どこの期もねそんな感じだった。あ、人数が多いから。そう、でもなんか しばらくの場所だとね、多分幕張と周年があるから先に撮ってたんだと思うかな。あんま最近はないけど、生写真って月よ。月よ、週一で出される系。月さん。さんなんだ。元気小学生が元気高校生、違い、あ、元気高校生、大学生の年のお方もいますけど、そう、なんかヒーローとなんか。あ、97。こっちなら普通のないのになっちゃう。どうしたらいい？7。諦めよ、こういうの。こうしたらいいのか。と、急行。100日まで、そう、月曜に100日を迎えます。59、あ、待って、ありがとうございました。ありがとうございました。あの、あれ、構図が言えば
13位バイケンさんありがとうございます。12位いちごミルクさんありがとうございます。11位ヤシタンさんありがとうございます。10位コウヘイさんありがとうございます。9位ティステスさんありがとうございます。8位ただの魚さんありがとうございます。7位ネオアレスさんありがとうございます。6位ブタブタさんありがとうございます。5位ペシさんありがとうございます。4位ワンタンメンさんありがとうございます。あ、変わった。え、どっから。13位ヤシタンさんありがとうございます。12位コウヘイさんありがとうございます。11位ティステスさんありがとうございます。10位マオさんありがとうございます。9位バイキンさんありがとうございます。8位ただの魚さんありがとうございます。7位ネオアレスさんありがとうございます。6位ブタブタさんありがとうございます。5位ペシさんありがとうございます。4位ヒデさんありがとうございます。3位おたまちゃんさんありがとうございます。2位ノットさんありがとうございます。1位ワンタンメンさんありがとうございます。ギリセー